しょ。あそこにさ、遅刻とも国語鈴木って書いてあるんだけど、あれは何？あれは今日の遅刻した人っていうか、今日も遅刻したの。はい。学校の生活、はい、例えば最近の生活とかでもいいんだけど、はい、なんか常に、うん、結構トイレで、うん、溜まったり。それ休み時間とか？トイレ溜まって何やってんの？いやー、何やるってわけでもないけど、溜まって話したり。悪いことしてるでしょ。いや。世界で活躍している、はい、中井村上を見てどう、あ、中井村上をどう見てるか、カズから。先輩っすね。やっぱワールドカーでもずっと回ってたし、うん、中井くんはしっかりしてるかな。しっかりしてる、はい、しっかりしてるようにも見える。はい。村上くんは、うん、あ、しっかりしてるようで、うん、ちょっとなんか天然みたいな感じですね。でもあれだよね、結構山とかは一緒に行ったりしてるんじゃないの？はい、迎えに行ったりとか。はい、兄貴肌じゃない？はい、知らないけど。はい、周りがどんどんこう上手くなっていくのをもう目の当たりにして、自分はもう滑れないっていうそのプレッシャーがすごくもう痛いほど分かってたし、まあその大会ね、あの1年後に経ったそのやっと許しが出て大会に出れるっていう形になって、もう予選取った時っていうよりはその大会に出てくる気迫っていうのがもう国母和弘の何だろう、もうそれ以上のものはないっていうかな、初めてその気迫自分も感じたっていうかね、全然自分はもう見てて安心してたっていうかね。中井とかやってるじゃん、ビアスとか。はい。大輝は、あ、大輝じゃねえや。それは何？やっぱり合わせるじゃないけど影響された部分はある。ありますね。花は結構影響された。うん、誰に？中井。中井くんに。ね、かっこいいなと思って。うん、で、これも中井くんになってもらったんですよ。マジで？ビアスか。いや、バチン。で、入れた時も怖くて。やべえよ。で、やめてやめて。やめてきた。いや、やる気はあったんですよ。あったけど、いや、待ってっつったけど、もうその仲良くが、うわーって感じです。涙出たんですか。おー、誰でしょ。どっちか分からなかった。あ、カズ、はい。スノーボードを始めたきっかけとか、4、5歳の時にホーンズってあるじゃないですか、うんうんうん、あそこでスキーずっとやってて、うん、親子で、うん、それでその頃何人かしかボーダーっていなかったじゃないですか、うんうんうん、それでリフト乗ってて滑ってる人を見てやりたいなと思って、本当にいや、あれやらせてよ。はい。メンバーを紹介します。こっちからタク、ショウくん、カズ。7人
侍って何て言う？七人侍はやっぱバコマライで滑ってる仲良しグループみたいな。仲良しグループなんかチームっていう感じじゃなくて、ただ集まって結構みんなマコマライローカルで、で一緒に滑ってるだけさ。あ、じゃあ本当に仲のいいみんなが一緒にいること自体が七人侍みたいな、もうそういう名前になったんだ。はい。誰名前つけたの？名前、尾形さんっていう人なんですよ。フルーツ尾形さん。はい。まあ昔黒澤明の七人の侍じゃないんですけども、まあくまでもマコマライをベースにして、それぞれまあチームも違う子供たち、まあ悪ガキですよね。要はまあ仲いい人なのか誰が人なのか分かんないんですけども、悪ガキを7人、まあそれぞれ自分らの目標、その滑るスタイル、それぞれの考え方は持ってるんですけど、仲のいい友達であって、まあそれぞれがライバルで誰にも負けたくないみたいな、それぞれの考え方みたいなのを自分らこう見てて、小さい頃から見てて、それを感じた部分があって、まあこう七人の侍みたいな名前を勝手にねこっちがつけたのかな。